心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。Oh, no.
行動文を皆様で読み交わしましょう。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。ここに私を住もう。私がそれを望んだから。その貧しいものをパンで満ち足らせよう。その生徒らは大いに喜び歌おう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろう。ご着席ください。今日は感謝祭の聖日ですね。感謝を持ってお祈りしたいと思います。お祈りします。天と地を作られた天の父なる神様、あなたの御名を称えます。私たちに雨を与え、太陽の光を与え、食べ物をくださり感謝いたします。聖霊の神様が宿って、私たちに心から湧き出る豊かな水を注いでくださり感謝いたします。日々の生活でいろいろなことがありますが、どうぞ私たちの生活をお守りください。病気の方々の体調を整えてください。また仕事がない人には仕事が与えられるように導いてください。悩む人には知恵を与えてください。学校で勉強する学生たちにはあなたが知恵と知識を与えてください。そして人間関係で悩む人には解決の方法を与え導いてください。私たちのこの教会日後部をお守りください。移民社会で本当に大変な生活の中、病気や事故から守られるようにどうぞあなたが日々導いてください。またこの礼拝堂で祈る場所としてここを聖別してください。多くの人々がイエス様を知る機会が与えられるように、あなたがこの場所を清めてください。そして今日は感謝を持ってたくさんの食べ物をくださるあなたに感謝を持って礼拝を捧げたいと思います。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを一緒に捧げましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書7章37節から39節です。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、
その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。これは神様の御言葉です。神に感謝。感謝します。感謝祭おめでとうございます。あ、木曜日ですね。11月は感謝の月です。木曜日にはアメリカでは大々的にセンキスギビングというお祭りが行われます。移民者が1年経った後、1年間収穫して食べたものを神様に捧げて感謝した日です。ターキーなんてものを食べるんですけれども、皆さん
もしですね、そんなの食べたことないっていう人は教会に来て4時からディナーがあります。それに相当する祝日は日本では勤労感謝の日というのがあるんですね。勤労を尊んで生産を祝って互いに感謝しようという日です。でもね、新納祭というお祭りが日本では古くからあるんです。あんまり私これ知らなかったんですけど、今でも天皇陛下が収穫したものを神々に備え感謝して、そして自らも食べるという祭事があります。あ、知ってますか？あ、よく知っている。これね、あったんですけどね、戦争の後に名前を勤労感謝の日に変えたそうです。農業国の日本では収穫を感謝するお祭りが昔からあったんですね。さて、イスラエル・パレスチナ地方では秋は果物が収穫されます。たくさんです。前に出てるまずブドウとかね、あと、まあ、カリフォルニアも同じですね。ブドウがいっぱい取れます。夏が終わるとブドウ、ザクロです。そしてイチジクなんか取れるんですね。夏はアボカドもいっぱい取れます。こことちょっと気候が似ているんです。雨が降らない夏にいっぱい実がなるものがあるんですね。でね、ザクロが雨がいっぱい降るとで、ザクロはこんなちっちゃな実になっちゃうんですけど、雨が降らないと大きく成長するんです。ヨーロッパにはイスラエルで採れる果物がたくさん輸出されます。オーストリアに住んでいた時は全部フルーツはイスラエル産でした。リンゴはこんなちっちゃいんですけれども、1回の食事にちょうどいいサイズでした。イスラエルは農業の先進国です。砂漠地帯で雨は少ないんですけど、全部ほとんどの食料を自給自足できる国です。そして輸出もしているんです。農業が盛んな国です。だから収穫感謝のお祭りが昔からあります。レビ記の23章です。でね、今日のところはちょっとね、分からなくなるかもしれないから、前をよく見て読みながらついてきてほしいと思います。農作物を収穫すると言われている時がレビ記に出てきます。10月頃にね、大きなお祭りがあるんです。カリオの祭りです。秋の収穫祭の側面が含まれています。レビ記の23章、イスラエルの人に告げなさいというとこです。第7の月、10月ぐらいですね、15日からカリウオの祭りです。7日間は主のものです。最初の日に聖なる集会、こういう礼拝をします。どんな仕事もしてはいけません。7日間神様へ火による捧げ物を捧げます。8日目にもまた聖なる集会があるんです。だから1日目に集会してお祭りがあって、最後のも次の週、だから今日だったら来週の日曜日にまた礼拝集会を開きます。そして火による捧げ物を捧げます。その日にもどんな仕事もしてはいけません。これが主のお祭りです。で、それぞれの日に神様への火による捧げ物として生贄を、穀物の供え物も、会食の生贄、注ぎの捧げ物を捧げなければいけません。まあ、これとは別に普通、安息日、また礼拝ですね。で、主に捧げる贈り物とか、聖願の捧げ物、自発的に捧げたいと思う、それもするんです。で、地の産物、収穫を終えたその後の15日から7日間です。まず収穫してからこのお祭りを祝うんですね。最初の日に完全な安息です。8日目も完全な安息を持ちます。で、面白いのはね、飾りにする木の実とか夏目ヤシの葉っぱ、茂った枝、川沿いのポプラの枝を取り揃えて7日間主の前で
喜ぶんですけどね、なんかね、家みたいなテントを自分で作るんですね。仮小屋です。そこで過ごすんです。家の中でベッドの上で寝ないんです。そのテントの中で生活をするんです。なぜなら、神様がイスラエルの人々をエジプトから連れ出して、仮小屋でテントで住まわせました。40年もです。それをね、子孫みんなが知らないといけないんです。私は主、あなた方の神です。と言われました。カリーモの祭りはユダヤ人の祖先がエジプトを脱出して40年間アラノで天幕に住んだことを記念します。だからなんかちょっとした自分で作るんです。まあ子どもたち楽しいんですよね。これを作って1週間そこで寝るんです。もし虫が嫌いならちょっとやばいかもしれないけど、虫もいろんなものがやってきます。秋の収穫が終わってこの祭りが行われるんです。だから収穫祭の側面を持っています。40年間、じいちゃんばあちゃんたちは家がなく、荒野でテントの生活をしていました。放浪するんです。なんか引っ越しに引っ越しっていうんですかね。不安定で貧しい生活でした。40年間、神様の幕屋があって、そこに神様がおられて、人々を、民を守ったんですね。落ち着いた生活じゃないでしょう。農業なんかできないんです。だから収穫はいっぱい取れたという喜びもないんです。引っ越し、引っ越し、そんな生活です。仮住まいのテント生活っていうのはね、なんか結構明日が不安になるんですね。もしかしたら、泥棒がやってくるかもしれない。もしかしたら危ない動物に襲われるかもしれない。危険なんです。必死で生きているんだけど、安定もしなく、ゆとりもない。そういう経験をしたことがあるでしょうか。私の友達は移民者として来たんじゃなくてね、駐在員として来た友達です。とっても不安定な生活をするんですね。まあ、最初はやったと思ってやってきたんですけど、英語の生活でね、奥さんがね、耐えきれなくてね、奥さん2人のちっちゃい子供を残して日本に帰っちゃったんです。急にシングルファーザーになったんです。2人の子供を抱っこして。そうすると出張ができなくて、夜毎日同僚と飲んでたんですね。飲みに歩くこともできないんです。で、とうとう仕事を辞める決心をしまして、夕方早く家に帰る仕事に就きました。ガーディナーとしてルートを買って自分で仕事を始めたんです。朝ご飯を食べさせ、子供を学校へ送ります。で、夕方5時までに仕事を終えて、子供をピックアップしに行くんです。そうするとですね、普通の学校じゃダメなので、クリスチャンの私立の学校に子供を任せました。特別子供2人預かってくれたんです。で、彼クリスチャンじゃないんですけど、本当にありがたかったそうです。で、土日はどうするかったらね、日曜日は教会通とかあるって聞いたもんでですね、それもただだし、子供を教会の日曜学校サンデースクールに行かしたんです。僕の人生、キリストさんの学校とキリストさんの教会が2人の坊主を育てたんだよと言うんです。日々神様が育て、助け、育ててくれたイエス様には感謝しかないと、彼はね、イエス様を信じて坊主2人とですね、彼が坊主坊主って言うんです、いつもね、うちの坊主って紹介してくれるんですね。坊主2人と洗礼を受けてクリスチャンになりました。そんな生活の中、守ってくれた神様への感謝を忘れてはいけないと、大人になっても坊主2人にいつも言うんです。おい坊主、キリストさんに助けられただろう。だからずっとずっと感謝を持って生きないといけないよと言うんです。で、そのように神様はイスラエルのために荒野の生活の中、
守ってくれた神様への感謝を忘れないようにと、仮硫の祭りをするように言ったんです。農作物を収穫してからのお祭りです。収穫はね、神様の恵みだということを忘れてはいけないんです。安定して農業ができるのは神様の恵みです。戦争にでもなれば、畑はなくなり、収穫もできません。平和でなければ、ああ、たくさん取れた今年は、と喜ぶこともないんです。収穫は神様の恵みです。そして一番大事なのはここです。雨です。水が大事なんです。今年はよく雨が降ったから、野菜がいっぱい収穫できた、と喜んだら神様の恵みです。主が雨を下さり土地を潤すんです。だから忘れないで、今日初日に礼拝をしたら、最後の日の8日目にもお祭りの最後の礼拝でお祝いをします。1週間感謝して過ごすんです。さて、祭りが最も盛大になるのは8日目の集会です。清めの集会です。だから今日礼拝をもって大きくやろうかなと思っても、来週の日曜日が一番大きいんですね。ヨハネの7章、カリウオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいてきました。この祭り、イエス様の時代、毎日エルサレムの神殿へシロアムの池から金の器で水を運んで、そして朝晩2回行われる犠牲の時に供え物とともに祭壇に水をシャッとかけるんですね。水汲みの儀式というのがありました。そこでは角笛を吹いて歌を歌って賛美をして祭壇に水を注いだんです。全世界を宇宙を支配している神様に、ああ、雨を降らせてくださり、豊かな収穫をくださった感謝だと礼拝をします。でね、ここで問題はこうです。今年は良かったけど、来年はどうなるんだろうと心配するんです。だから祈るんです。主よ、来年もまた豊かな収穫、祝福がありますようにと祈らないといけないんです。今が良ければいいんじゃないです。来年も良くなければいけないんです。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。祭りの終わりの大事なクライマックスの日はホシャナラバという大いなる日、大いなる救いの日です。祭司たちは祭壇の周りを一度回ってから水を注ぐんですけど、最後の日は祭壇の周りを7回回ります。そして水を注ぐんです。その時にイエス様が立ったまま大声で言ったんです。乾いている人たち、誰でも私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言った通り、その人の中から生ける水が川となって流れ出るよ。このクライマックスの大いなる日、水は、注いでる水はイエス様ご自身だよと教えているんです。もしね、人生ちょっと乾いてるなと思ってる人、人生ちょっと悩んでるなと思ってる人、苦しみがある人、人生の目的がなくて知りたいと思ってる人、祈りがたくさんあるんだよ、ああ神様と願っている人、イエス様は魂の渇きを癒す水を与えるお方です。霊的な渇きを癒してくださるんですね。イエス様を信じるなら心の中から生ける水が流れ出てきます。感謝祭のクライマックスはこの大いなる救いの日です。生ける水であるイエス様です。さて、さっき言った話に言った友達ですね、
息子さん2人いるんですけど、下の方は大学を卒業して教会で彼女ができて、その彼女と大学卒業したらすぐ結婚したんです。そうするとね、そのお父さんがね、こう言うんです。怒ってるんですね。生意気だって言って。でもね、婚約してなんか娘が与えられたような気がするわって言うんです。喜ぶんです。なんかね、その彼女しょっちゅう差し入れっつうものを持ってやってくるんですね。ちょこちょこ。息子はね、話もしないのに、この彼女はですね、よく声をかけ、お父さんとしてやってきたんです。その時に彼は思ったんです。25年の荒野生活が終わろうとしているかもしれない。喜びがあふれて出てくるんです。生意気だって怒ってるのにね、喜んでるんですね。そして彼はね、体が悪くなり、その2番目の坊主がですね、息子が仕事を手伝うことになったんです。将来は牧師になるんだけど、今はお父さんの仕事を手伝いたいとやってきたんです。そうするとね、お父さんはね、また言ったんです。生意気だって言うんですね。怒るんですよ。助けるなんて10年早いって言うんですね。でもすっごい喜んでいたんです。うちの坊主がって話すんですよ。まあ、いわばですね、一世の頑固じいさんな、じじいなんですね。当時はね、口も悪いし、坊主と言って生意気だと二言目には怒るんです。でもね、彼の心から喜びが隠せなくなって大きくなっていくんです。荒野の生活が25年も続いたのに、忘れてはいけないけど、今もう終わろうとしてるっていうのを本人が感じているんです。さて、今週は大いなる救いの日を見る時です。イエス様に感謝をする日です。日じゃない、1週間です。来週は大いなる集会を持ちたいと思ってお祈りいたします。天の神様、私たちに感謝を捧げる日を与えてくださりありがとうございます。食べ物をくださり、生活を支えてくださる神様を知らない人が多くいますが、どうぞ私たちが大いなる神様に感謝を捧げる礼拝をここでウェストリエで行うときに、主が喜んでその捧げ物を受け取ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。終わりの日に救い
それでは終わった後にはフェロシップホールで交わりの時を持っていただきたいと思います。お祈りいたします。私たちに感謝の礼拝を教え与え、喜ぶことを、一週間も喜ぶことを教えてくださったイエス様、ありがとうございます。私たちに素晴らしい人生を与え、生きる目的を教えてくださり、本当に勉強するにも働くにも、移民社会での苦しい生活にかつ力を与えてくださる神様、感謝です。イエス様の素晴らしい恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる親しい交わりが一人一人の上にありますように。アーメン。